全国に先駆けて今日から飲食店でのワクチン・検査パッケージの取り組みが京都で始まりました。観光客が戻りつつある京都で今日から23の日本料理店などを対象に検査の陰性証明があれば行動制限を緩和するワクチン・検査パッケージの実証実験が始まりました。店側は客に対しワクチン接種歴の確認や簡易キットによる抗原検査を行うことで1組4人以上の会食が認められます。また本人同意のもと客の連絡先などを収集し感染者が出た場合の照合ができるようにしています。検査パッケージという運用はお互いに安心した状態で施設を利用できるのでとてもいいことだと思ってます。